ルーク・ポール・ヤングは、イングランド・ハーロー出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションは DF、元イングランド代表ディフェンダー。近年のイングランド代表選手にしては遅咲きだが、有望株で、ガリー・ネビル、フィリップ・ネビルらと、代表右サイドバックの座を争った。2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では4試合に出場し、 怪我で離脱していたジー・ネビルの穴を埋め、本大会出場に貢献した。ジー・ネビルのバックアップとして2006フィファ、ワールドカップ出場が期待されたが、大会直前の合宿で怪我をし、ワールドカップ出場を棒に振るうことになった。その後も、スティーブ・マクラーレン、ファビオカペット体制でも何度か召集されたが、いずれも出場機会がなく、 今後も出場できる見込みがないことを理由に2009年に代表引退を表明した。代表での最後の出場は2005年10月12日のポーランド戦となった。2001年夏に3万ユーロでチャールトンアスレティック FC へ移籍、右サイドバックとして信頼を得た。2005から2006シーズンにはアディックスのキャプテンに就任した。 2011年8月27日、アストンビラ FC からクイーンズパークレンジャーズ FC に3年契約で移籍した。ありがとうございます。